にちは、ゆうしきです。動画を見ていただきありがとうございます。今回は新しい MacOS のセコイアについてご紹介していきます。先日 iOS、iPadOS についてご紹介したんですけども、同時に Mac も新しい OS を出したことは皆さん知っているでしょうか。今回の MacOS はセコイアという名前らしいんですけども、この OS にすることでかなり便利な機能が追加されたそうです。ではまずこちらセコイアという OS で登場した代表的な機能をご紹介していきます。まず今回の OS で一番の目玉といったら iPhone のミラーリング機能です。こちらはもう Mac で iPhone の画面を操作することができるらしいんですよね。使い方は iPhone をロックの状態にして OS をアップデートすると使えるようになるミラーリングアプリを起動させるだけです。この iPhone のミラーリングに関しては Mac の画面で iPhone の中に入っている SNS やゲームなどのアプリを使用することができるらしいんですよね。さらには iPhone の通知ももう Mac の画面で表示されるので、これで自宅にいながら親しい人とかの連絡もすぐ気づけるようになると思います。そしてセコイア OS で使えるようになる機能としては、複数のウィンドウを画面端にドラッグすると横並びにすることができたりとか、オプションキーを押しながらウィンドウをドラッグすると全てのタイルオプションのプレビュー画面が表示できたりとか、フェイスタイムの映像の背景を変更できたりなどすることができます。そしてアプリ側のアップデートなんですが、まずこちらサファリに関しては関連情報にすぐアクセスできるようになります。またメモアプリではイコールを入力することで自動で計算してくれます。そして iOS、iPadOS で登場したパスワードアプリ、こちらも Mac の画面で使えるようになります。以上が新しい MacOS セコイアの代表的な機能となります。今回の MacOS にアップデートすることで iPhone との連携をより強固にして iPhone と Mac の利便性をさらに爆上げできますね。で、今回新 MacOS のセコイア、こちらについて僕ダウンロードしていません。僕自身も iPhone を持っているので、今回のアップデート内容すぐに使いたいなとは思ったんですけども、今回はアップデートを見送ることにしました。理由としては不具合が起きるとマジで仕事に支障が出るからです。 iPhone は基本的に App Store でダウンロードしたアプリのみ使用すると思いますが、Mac の場合はサイトでダウンロードしたソフトも使っており、このソフトが新 OS に対応していないっていうケースがあるんですよね。その場合、そのソフトが新 OS に対応するまで待つ必要があるんですよ。しかも稀に新 OS にずっと対応していかないっていうケースもあるんですよね。また iPhone の場合に関しては、僕自身はもう一台 Android スマホを持っており、スマホって基本的にアプリしか使わないじゃないですか。なので例えば iPhone が仮にアップデートで使えなくなったとしても Android スマホでなんとかなるんですよ。しかも僕自身 iPad を持っているので、その iPad を iPhone の代替にもできるんですよね。しかし Mac がダメになると iPhone や iPad で代替できるかって言われたら結構きつくなんですよ。作業効率めっちゃ下がります。最近では Windows パソコンも買ったんですけども、 Windows に対応していないアプリも結構使っているので、もう正直 Mac が壊れるとめっちゃ困るんですよね。で、ここまでに関しては OS アップデートしたことによってソフトが使えなくなるかもしれないっていう話だったんですけども、さらにアップデートをすることで不具合が発生するケースもちらほら報告されています。現在確認できていることとしては、Wi-Fi に接続できなかったりとか、 OS のアップデートが進まなくてずっと画面が止まってしまう、このようなケースがあるらしいです。もう Wi-Fi に接続できなかったら YouTube の編集からアップロードまで全部 Mac でやってるので、もうめっちゃくちゃ困りますね。Mac って僕が持っている Mac mini でも今では10万円ぐらいする機種ですし、もう普通に動画編集とか使うのであれば20万ぐらいは支払う必要のある、高額な機種なので、正直不具合が起きるリスクを踏みたくないんですよね。なので僕は MacOS を基本的にアップデートしません。アップデートするタイミングとしてはその OS がないと起動できないソフトとかが出た場合に、ようやくダウンロードすることを検討しますね。今回はちょっと簡単な内容となったんですけども、すぐにダウンロードしたい気持ちはあると思いますが、 MacOS に関してはOS のアップデートを慎重に行ってください。こういう内容をご紹介させていただきました。この動画の内容を参考に MacOS セコイアをアップデートするか、それとも今回はスルーするか検討してみてください。今回の内容は以上となります。このチャンネルでは生活で役立つガジェットについての動画投稿しておりますので、チャンネル登録していただきますと動画投稿の励みになります。次回の動画でお会いしましょう。それでは。